皆さん、なんか友人代表って言うとなんか結婚式にね来たみたいになっちゃいますけども、いやいらっしゃいますよ、家内さん、徳川家総当主、お父様もあそこに詰めかけてらっしゃるんですよ、ご覧になります、あのご夫妻がいらっしゃいますよ、徳川家の、もう徳川家あげてというのは、これ皆さんね、大事な選挙なんですよ、静岡にとっても日本にとっても。僕ね本当にびっくりしてるんです、これだけたくさんの方いらっしゃるでしょ、立憲民主党ってこの後蓮舫ってあのね副代表もいらっしゃいますけど、大きな党だと思ってるでしょ、当然だから、あの殿じゃなかった家広さんもそのみこしに乗って楽な選挙戦やってんじゃないか、僕実は一回来たんです静岡、ああ、蓮舫さんね、今すいません、ちょっと立憲民主党の話をしちゃってますけど、全然組織ないんですよ立憲民主党、大きな党のはずなのに、だから本当に手作り選挙、ピープルズパワーね、今じゃあどうしてじゃあみんなそういう思いがあるのか、これ皆さんね、立憲民主党今回僕枝野さんね、なんかカラオケばっかりやっててどうなんだっていう一時報道もあった、本気になってますよあの人、なんか火ついちゃったらしくて、このあと蓮舫さんもかなりなんか激しい演説すると思うんですけど、枝野さんなんか AKB とかそういうこと全然言わないで、もうなんでそういうふうになってるかっていうとね、皆さん今どういう時期なんですか、日本は。僕のところによくメール来るんです、進学して勉強したいのに家でお金がないから進学諦めなくちゃいけないかもしれないんですとか、学校行っても奨学金たくさん借金しなくちゃいけないから心配だとか、もうね、人が人として当たり前に勉強して働いて、そういう基盤が今この国からひょっとしたら失われるんじゃないかっていう、そういう大変な状況になってる。皆さんね、今の政治家の方ってね、家広さんみたいに人の声に耳傾けてると思います？年金が足りない、2000万円貯金がないといけないとか言いながら、その2000万円を1年間で東京のバーで飲んじゃってるなんか大臣いますよね。そんな方々が本当に国民の声聞くでしょうか。皆さんね、今の政治家は自分たちがなんかお殿様みたいだと思ってるんですよ。でもそれは本当のお殿様じゃないんです。本当のお殿様こちらにいますよ僕ね、今日お父様の家内さんがいらっしゃってるんでちょっと言いにくいんですけど、友人代表としてどういうお人柄かちょっとお伝えします。皆さんね、僕みたいな庶民の家に生まれた人に比べて徳川家に生まれた人は羨ましい。皆さんもそうでしょ、徳川家ですよ、細川守弘元首相だって細川君って言っちゃうんですからね、細川家だからもう進化ですからね、苦労がないと思うでしょう、とんでもないですよ、徳川家には徳川家の苦労があるんです。だってね、家康くんそっくりさんコンテストっていうのがあったら、それの審査員しなくちゃいけないんですよ。なんか お父様の家内さんよりなんかね、家広さんの方がなんか家康さんに似てる感じもしますけどね、こういうの覚醒遺伝っていうんでしょうか。本人経済評論家としてすごい仕事してるんですよ、ベストセラーも出してる。だから皆さんがね、皆さんそれぞれ自分の人生でいろんなこと頑張ったら、それは自分が頑張ったんだって思えるじゃないですか。この家広さんは何をしてもどんなに頑張っても、あ、徳川家の次の当主って言われちゃうっていう、これ逆に言うと大変じゃないですか、そういう特別な家に生まれてるってのは。苦労してるんですよ家広さん。だけどね、徳川家広さんが何が非凡かというと、人の心が分かる、こんなに気遣いができて優しい人がいないです。どうですか、静岡から東京に送り込みませんか。そんなね、永田町の論理で全然人の話聞かないで、自分たちはもう偉い特別な人だと思ってる、そういう政治家じゃなくて、もともと殿なのにこんなに優しくて人の心を聞く
この家広さんに僕は静岡が一議席託せば、これもうギリギリの戦いなんですよ。皆さんちょっと今ここに大体3000人いるじゃないですか。皆さんがまず1票ずつ入れる、それから皆さんのお友達にも入れるように働きかける、それだけで今日この日ここで逆転しますよ。ええじゃないかですよ。あ、ええじゃないかまずいわ。ええじゃないかで江戸時代が終わっちゃったからね。あ、まあええじゃないかやめた方がいいんですけど、あの家広さんちょっと俺時々予想外の行動するんですけど、どうですか選挙戦実際。ギリギリですね。はい。で、あの噂によるとかなりなんか演説が上手くなってきたっていう噂があるんですけど。自分では分かりません。ちなみにあそこにあの家成さんいらっしゃいますけども、今回選挙に出るっていうことについてお父様とは相談したんですか。あの決まってから報告しました。なんておっしゃってました。はい、しっかりやんなさいと。ああ、お父様ありがとうございます。しっかりやんなさいと。これはもうだから皆さん、この素敵な家広さんを通すしかないですよ皆さん。私そろそろ引っ込みますけどもね、まだここにいますから。この後ひょっとしてあの炎の女蓮舫さんですか。蓮舫さん、まあだからまあそろそろもう脳科学的に引っ込みますけど、皆さんでも言いたいことは分かりましたね。この方は本当に人の気持ちが分かる方なんですよ。だからこそこの日本で今本当にまっとうに生きて、まっとうに学んで、そういう一人一人が大切にされる社会、生産性だとか子供を産んで育てれば偉いとか、そんなね、みんな一生懸命やってるに決まってんじゃないか。なんでそんな生き方を押し付けられなくちゃいけないんですか。本当に一人一人の個性を大事にして、それを支えるような政治を考えてくださるのがこの家広さんです。皆さんぜひそこは家広さんをお願いします。ということで友人代表結婚式のスピーチじゃなくて選挙応援をさせていただきました森健一郎でした。ありがとうございました。森健一郎さん、ありがとうございました。当選したいだけの議員ではない、日本の未来を心から案じて立ち上がった徳川家広、権力や組織ではなく市民のために立ち上がりました。皆さん裏切りません、寝返りません。それでは徳川家広、最後の